週刊居酒屋ジンマ。はい、皆さんこんばんは、はい、週刊居酒屋ジンマの時間です、はい、というわけで今回ですね、はい、杉山さん今回、はい、いつもと全く違う感じになってます、ね、ちょっと薄暗い感じの薄暗い感じですね。今回ですね、はい、いつもの杉山さんのスタジオではなくて、はい、居酒屋です。本当に居酒屋です。居酒屋、本当に居酒屋で撮ってます、はい、久々ですね、飲み配信。そうなんですよ。で、今回2人です。2人で、まあ、ゲストなしで、そうですね、そうそうそう。で、まあ、うん、何かと、まあ、今年のですね、うん、2022年、はい、ゲストいっぱい呼びましょうって言って、はい、半年ね、ことやりましたよね、はい、このやった中で、はい、まあこの半年経っ、大体半年経ったんで、はいはいはい、金というか、うん、たまにはちょっと2人だけの、はいはいはい、ゲストなしで、まあ、グダグダトークとかってしながら、ちょっと今年の上半期、2022年の上半期を振り返りましょうみたいな、ですかね。で、はい、ちょっと1、2杯もうすでにお酒が入ってる状態で、はい、でも続きましたね、ゲスト会っていうの。そうそうそう、まあ、一回乾杯しますね。あ、乾杯、はい、はい、なんかほらね、去年の年末からなんかゲストを呼ぶのをやってみたいっていうのをずっと言ってたけど、本格的にやろうぜと。そうなんですよ、ね、そう、なんかずっとなんかだらだらじゃないな、なんかやろうとは言ってたんだけど、なんかそう決めてなかったのが、まあ最初がきょうちゃん。そうそう、そうか。なので、あの上半期ゲストリストを作ってきました。あ、本当本当、まあ、ちょっと軽く振り返るってことで、まあ、YouTube の方では、はい、あの今画面で切り替えて出すので、まあ、1月の10日17日はドラマの鍵山恭一君。そうそうそう。で、1月の後半で冬月ミーナさんだったんですね。で、風花マリオさん、うん、テタレさん、うん、ウポルさん、ウポちゃん、うん、新沼大輔君、はい、で、金田玲奈さんと東條久子さん、うん、あとランフェの福田さん、うん、で、阿部瑞希さん、はい、秋山里帆さん、うん、みそこまさのりさん、みそこさん、で、今年今のところ12名の方がゲストに来ていただく。いいペースでしたね。で、共通してたのが、うん、あの久しぶりの方とかにお会いできたのがすごい良かったなと思いまして、うん、あの新型コロナ以降のさ、全然2年ぶりとか、ね、人と会えてなかったし、人と会えないし、うん、ほら我々って基本的にさ、うん、あの知り合いと飲むじゃないですか、うんうん、そうそうそう、それができないね、1、2年、うんうんうん、気軽に飲むタイプだったのに、それができなくなっちゃってみたいなのね、うんうんうん、ありましたね。だからこのラジオのゲストに来ていただいたことがきっかけで、ほんと2年、3年、人によってはウッポルちゃんなんて 4、5 年ぶりですね、ぐらいな感じだったんで、うん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 、そういう方ばっかりなんで、それも良かったなと思って、ね、あとはあのゲストで、普通に飲むのと違って、うん、ゲストで呼ぶと、呼んでいただくと、あのその方の生い立ちとか、その昔話っていうのをじっくり聞くじゃないですか、ね、でなかなか普通に飲んでたらそんな身の上話ってしないじゃないですか。笑っちゃったのがさ、あときょうちゃんがさ、2年、はい、そう、鍵山くんが、はい、会えなくて 2,3 年経ったらさ、うんうん、いつの間にかあのバーチャルリアリティ、クロスリアリティの人になっちゃってて、もうコロナで、しかもラジオで、うん、あの就職を発表したっていう。そう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 。今もねやってますよ、はい、彼にいろいろ逆にあのそうエフェクトの人紹介したりとかしてます。そう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 、いやすごいなと思って、みんないろんなこの 2,3 年で、いや、ね、伊達にやっぱりこの時代を生き抜いてきたっていうだけあるなって、うん、特にコロナってうちらエンターテインメントってかなり変革があったじゃないですか、うん、コロナによって、うん、その時代が変わってしまったというか常識が変わってしまったのから、みんなその中どうやって生き残っていったんだろうと。例えば3月に来ていただいた新沼くんなんて、うん、配信の方にシフトしたりとか、うん、すごいなって。あと秋山里帆さんはトランペッターの子はもともとオンライン系のスタッフレッスンやってたと、うんうん、コロナ以前も、うんうん、だからあのそっちを主軸にしたらすごいいい感じの変わって、 ありがとうございます。料理やってました。お好みで卵を絡めて、お好みで卵を絡めて、でっかい作りが来ましたね。居酒屋なんでリアルタイムにお酒とか料理が来ますからね。こういうのもともとこのラジオって、うん、あのレース呼ぶ前はもう本当に朝から焼肉やったりとかね。そこであの本当に焼肉肉が運ばれてきたりとか、うん、でそういうのを本格的に結構外でやっていこうって言ってたところでコロナ入っちゃったから、そうそうそう、あできねえなって。居酒屋チームあってもともといろんな居酒屋行ってラジオを撮ろうみたいな、そういうコンセプトがあったのかなかなかできなかったっていう。今年はね、公開放送やりましょうよ。そうか、公開放送、公開録音、公開録音、公開録音。なるほどなるほど。2回分ぐらいイベントにしてさ、確かに。あのほら、もともと居酒屋ジンマっていう名前何かっていうと、うんうん、ラジオではなかったんですよ。はい、そうですね。イベントがあって、イベント目もあって、うんうん、そうそう、飲み会がやってて、やっててっていうのがあって、僕ジンマ主催でそのイベントスペース貸し切って飲み会やってたんですね。クリエイターとかの知り合いとか呼んで、うん、一番最大規模で結構人数来てたんですけども、でそこでじゃあ余興の一つとして
僕と杉山さんがステージの上で喋って、じゃあそれを YouTube で生配信しようみたいな感じで、それを居酒屋ジーマンって名前だったんですね。そうで、ラジオやるとき名前どうするって言って、うん、そのまま別にそう使い回さない手はないよって、うんうんうん、もうブランド化しちゃった方がいいと思ったので、うんうんうん、それで提案して、ね、そのまま週刊居酒屋ジーマンしたんですよね、うんうんうん、だから今ようやくその形に近い形になってきてて、そうそうそう、まあ、飲み会の時とかもその時にいらしたゲストの方を壇上に上げて、うん、何やってる方ですかみたいな感じでみんな紹介しますもんね、うん、シンプルでいいですよね。これ居酒屋ジンマって名前好きよ、うん、なんかいいですね、あの全然直球だし、うん、キャッチーだし、変にひねるより分かりやすいし、だんだん定着してきたなっていうのがありまして、うんうん、ていうか、まあ、ゲストいないでこんな喋るの珍しいですよ。そうだね。だって貴重だなって、逆に貴重だなって、あのさっきもいつもと緊張感が違うのが良くて、ゲストさんいるとまた違う緊張感じゃないですか。ちゃんとね、あのゲストさんの話を広げなきゃなっていう気持ちは、そうそうそう、だから普段と脳みその使い方が結構違う。確かに違うかも。全然違いますよね、うん、ちゃんと掘り下げなくちゃって思って、そう今割とダラーっと喋ってるから、ね、もう本当適当ですからね、うん、今日時計だけ眺めながら、うん、あ確かに確かにあの生放送形式で撮ってるみたいな、うん、こういうダラダラとした感じも昔はあの去年1年もずっとそうですよ、うん、もうずっとこういう感じで撮ってました。逆にあのゲストを呼ぶことによって、うん、なんかここら辺変わったというか、これはこういうのやってないなとかってある？例えばさっき言った、うん、ちょっと気使うから、うん、あまりそうあの、うん、別に下ネタは言わないけど、あほら女性もいるし、うん、あまりほら触れちゃいけないから、うんうん、俺とハレタみたいな話はしないじゃない、うんうんうん、うちだから率先して、うんうんうん、まあ最初に NG は何ですかとは聞きますけど、まあそうね、でも、まあ、そこまで突っ込まないよねって、ね、そう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 、だから多分3回4回出てくれる人が出ると、うんうん、ちょっと加減を聞いて深掘りをするかもしれないけど何エスカレートしてくれる。でもね、最初の 1,2 回でね、大体なんだろう、今何なさってますかと、これまで何してましたかで終わっちゃうからね、うん、そうですね、うん、まあ、大体最近の傾向としては生い立ちを語っても、大体中学生か高校生ぐらいで語り作れないちょっと濃い人たちがいっぱいいるってことね一瞬でもだから別にこのラジオは何回も出てもいいと思う。そうですね、うざくないになって、もう確かにもうなんか10回目のゲストですみたいなことがあっても全然いいと思って、うん、はいはいはい、はい、いや秋山さんとか面白かった、トランペッターの山里穂さんすごいです、濃かったな、また出てほしいですね、うん、もう皆さんこう4回目じゃあ3回目4回目とか出ていただきたくて、うんうん、その度にもうなんか新しい話題がどん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 出てくるって、うん、もう慣れてきて、大体みんな1週目って緊張してるんですよ、緊張して2週目だったら、うん、なんかこういう感じがあってきて話し足りない感じで終わっていくんで、うん、それぐらいでいいんですよね。なんかなんかゲスト、ありがとうございます、来ましたよ、でっかい鳥が来ました、すんごい来ましたよ、これもうすでに2人の食べる量ではなくなってきた、こちらですね、ニンニクソースになってまして、こちらおかけになってお召し上がり、ニンニクソース来ましたんで、はい、失礼します、はい、これがですね、本来の居酒屋ジンマです。なんか料理が食べました、ちょっと思ったのは、はい、結構ほら割と今回っていうか、はい、共通の知り合いも多いんですけど、僕も初めの方もいらっしゃって、はい、もともとジンマ君の知り合いの方も多いんですけど、はい、なんか世の中いろんな人がいるなっていうのは、はい、やっぱり世の中に出る上ですごい自分はすごく気になるんだけど、ほら自分はこんなもんじゃないって負けん気とか、そのバイタリティがすごく溢れる人と、なんとなく流れでうまくいったっていうタイプの人もいて、確かに、うん、で割と何だろう、面白いなと思ったのは、こう見ると男性の方が野心がない、確かに、そうだそうだ、そう、女性の方、誰とは言わないですけど、女性の方がなんか私はこんなもんじゃないって言ってバネですごく頑張ってる方がいらっしゃる。上半期来ていただいたゲストの方々は、男性は基本でトークしていただいた中で言うと、確かに基本的に男ダメだよねこれって思わね、普通さ人間としてさ、なんか物やるのにさ、大体さそのバネとかさ、なんか負けん気とか、俺のジマ君あるんです、でも今日来た人全員ね優しいの、男性が。確かに、そう、みんなね流されてはいないよ、わかんない、流されているけど、確かに、としては、俺はこんなもんじゃない感のある男性いない、確かにこの、はい、不思議な、そうですよね、うん、ゲストで来ていただいたそのトークの中、やっぱ女性はしっかりしてるなっていう感じはね、そうですね、みんなガツガツ度とか、うん、そう、発度とかは確かに、そう、皆さんびっくりした、その勉強になるなっていうぐらい、そう、自己アピールとか主張とか、そう、で最近言ってたんですけど、ほら我々さ、狩歌歌手をいろいろ探すときにさ、男性いないねって言うじゃない、そうなんですよね、ここら辺なんか共通するのかもな、なんかその自分で俺がっていうのが
あのこの並びにいないのもなんかちょっと鍵がある気がして、うん、確かにあの仮歌ってすごく需要があって、うん、で杉山さんによくあのジェマ君仮歌でこういうタイプの曲歌える子いないとかって聞かれた時に、うん、僕もやっぱり女性のボーカリストっていっぱい知ってるんですよ、うん、ただ紹介でいいんですけど男性いないって言われた時にあの本当に前回出ていただいたみそこまさのりさんぐらいしか知らなかったんですよ、うん、そのちゃんと紹介できるなっていう方がそのいろんなね、そのいろいろ歌い回せてちゃんとプロのクオリティを持ってって方が、うん、みそこさんしか今のところ紹介ちゃんと紹介できる方がいなくて、でも世の中さ、うん、男性のアーティストで男性バンドの方が多い気はしない？不思議なんですよね、女性よりも、うんうんうん、そう、そこが不思議で、不思議な感じがあって、今日パッと見て、そう、いう傾向あるなってると思って、そう、やっぱ女性頑張ってるよねって名前見て思っちゃって、そうそう、それぞれが、まあ、そのガツガツしてる人の方がいっぱい輪を広げやすいから知り合う確率が高いっていうのはあるのかもしれないですね、知り合ってる比率的に。俺たちが男性だからかねっていうのももしかしたらあるのかもしれない、あるのかもしれない、やっぱりその異性的な方にやっぱり知り合う比率っていうのはもしかしたらある可能、でも女性だから男性がいっぱいその営業をかけてくるってことはあんまりなさそうな感じがします。て見て、そう、すごい、うん、そうなんですよね、バイタリティのある女性が多いなっていうのが正直な、ただただ僕の周りにそういう方が多いのか分かんないですけど、まあね、そういう傾向ありますよね、あるかもねって思って、インターネットとか見ててもやっぱりガツガツしてる方っていうのは、そう、これはまあ僕の完全主観ですけど、確かに女性の方が多いなってイメージがあります、ね、確かにね、うん、僕も今も面白いですけど、そうそうそう、うんうん、男性みんな優しいし、いい人だよね、そうって思って、そう、そう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 、そこ確かに僕もガツガツしてる方ですよね、まあまあまあ本来は逆にあ、うん、そうか、うん、と思って、あの、うん、ジム君の周り の、うんうんうん、あのオーケストラ周りの男性の人とかゲストに誘ってもいいかなと思った。あ、そうですね、そう、それからの K-1 オーケストラの方の演奏していただいた、そうそうそう、はい、男性やっぱ、はい、いろいろじゃないですか、そうですね、こことかも次男性ゲストって考えた時に、うん、あ、だからね、そうですね、ホルンとかそうです、ね、トロンペットとか、そう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 、ね、いいじゃないと思って、あの秋山里穂さんは K-1 シンフォニックオーケストラでトランペットを吹いていただいたので、彼女はね、すごいよね、なんかね、いや、もちろんゲスト出演足りないですね、上手いな、いいなと思って足りないぐらいですね、そう、いや、後日なんで、その後の打ち上げの飲み会をしたんで、ね、楽しかったっすよ、その方が、もうラジオで話した方がすごかったんじゃないかっていう話をいっぱいしていただけたんで、あのちょっと、なんとは言わないんですけど、僕のあの、いた現場の共通の知り合いが実は結構いて、あ、じゃあ彼女とか知ってるとかって言って、あーって言って意外とね、そうそう、やっぱ仕事してると、うん、共通の知り合いは多いもんですね、うん、まさにその現場にいたって言って、そうそう、自分も半分その現場に突っ込んでたんで、あ、そうかっていうのがあって、なるほどねみたいな、ね、面白いです、そう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 、いや、良かったです、うんうんうん、そう、ウーポロちゃん久々に会ったね、3月のゲスト、そう、あれだけ仲良かったっけど、やっぱね、ウーポロちゃん自身がね、あの活動がいろんなとこでやってるし、そう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 、なかなか会う機会がい、そうですね、だってで最近なんかユニットを組んだみたいですね、あ、そうなんだ、最近の SNS で、うん、アイドルの女の子と2人でユニット、うん、まあ、具体的にどういうユニットかってまだその詳しく見てないですけど、じゃあ今度宣伝に来てもらいましょう、あ、そうだ、2人で来ていただき、ちょっと、うんうん、話してみますね、このラジオの中でも、こうやって、そうそうそう、新しい、なんだなんだ、どんどんそのゲストさんはもう何回来ていただいてもいいし、新しい動きあったりとか、うん、宣伝したいことあったら全然来ていただいていい、そうですね、うん、ね、このラジオの方でゲストで出られて方がいましたら全然メッセージくださいとか、うん、本当です、本当です、大歓迎ですからね、うん、このラジオ、いろんなあの YouTube で今年からアーカイブを残すようになりましたので、はい、今まであの100回以上やってますけれども、アーカイブ残してなかったんで、今年からなんですよ、本当にアーカイブ残す。意外とテレフォンショッキング形式もいいかもしれないですよ。我々が知らない人をどんどん紹介してもらうって、うん、この人おすすめなんでって言って、で、お前誰だって毎回聞くっていう。私は何とかって。で、なので、で、どんなことやってらっしゃるんですかとかって言って、で、その人にも次の人紹介してもらってっていう、わらしべ形式。本当にテレフォンショッキング。それは面白いと思うんですよ。うん、あの、自分たちが知り合い呼ぶ会と、テレフォンショッキング会を並行させる人もいいかもしれない。二人とも始めるの、うん、でもほら我々もさ、人をさ、ゲスト呼ぶのとさ、はい、別ラインがあると楽じゃない、そうです、まあ楽するっていう、2本楽、そう、ひどい話だそうそう、我々で、ね、各週でゲスト探して、で、そのテレオショッキングも各週、うん、ってか、そう、並行してやると多分いいかもしれない、結局あの楽しないと続かないですよ、あ
我々ね、辛いことって絶対続かないですもん、うんうん、世の中の仕組みなんで、うん、いかに楽をするかなんで。でもね、うん、いい楽ですよ。なんかこれでさ、うんうん、ほら知らない人も会いたいし、そう、そう、あるあるある。だってね、そうそうそう、で知り合いにも会いたいじゃない。そうですね、確かに両方ですよ、うん、だからちょっとね、その冒険会とちょっと並行してやるのありかもね、うんうんうん、ずっと冒険してるとちょっとだんだん辛くなってくるから、うん、そう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 たまに冒険会入れるって感じで、だから半々でやってって、そう、交互っていうか、そう、だいたい2週やってるからさ、うん、2週冒険、そのテレオンショッキング会と2回自分たちの知り合い会を交互にやると面白いのかもしれないなって。今、ね、ブレストそうそう、ブレストも含めて、まあ、こういうラジオがたまにあってもいいと思うんですよね、うん、あの僕と杉山さんがこうやってまったり喋ってる回がやっぱりないので、そのアーカイブで YouTube で残してるようになってから、まったり喋る回がなくなってしまったので。なくなりましたね、特にコロナ以降なくなりましたね。そうなんですよ、去年は実は放送のやつは全部まったりだったんで。そうだねでもそれをちゃんとその毎週生で聞いてる人って少ないと思うんですよ、うん、やっぱりあの月曜、うん、夜7時ってみんなリアルタイムで仕事してる時間なんで、聞きたいけど今まで聞けなかったですって人が、うん、YouTube 残すようになってから聞いてますって人が、はいはいはい、あ、本当も出てませんとか、今まで聞かなかったんですけど、うん、物理的に無理だったんですけど、聞けるんで、じゃあいいのか、聞いてますって結構いるんで、うんうんうん、だから僕と杉山さんがこうやってぐだ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 喋ってる回も、もともとこうだったんだよっていうのを、確かに一応ね、ほら、もともとやってるあのサイマルも一応聞いてはいただきたい、うん、いただきたいですよね。どうぞどうぞ、そこはもちろんもちろんもちろん、そう、ぜひ聞いていただきたい、聞いていただきたいなと思ってますけど、はい、でもでもでも YouTube もいいことなので、うん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 、そう、いや、3周年記念に入るんですか今年。あるのかね。だから1周年記念の時に生放送したじゃないですか、うん、今年どうしようか、9月、なんかやっぱりあの持ち出し半々でもいいから公開やりましょうか。あ、1周年、そう、リスク負ってもいいので、なんかいいんじゃない、それ。別に2人でやったら公開生放送、いや、公開録音ありなんじゃないかな。いいですね、うん、あとは9月で放送するとき8月ぐらいに何かやりましょうか。そう、ちょっと考えてみましょう。そう、イベントの中で30分撮ればいいだけだから。そろそろイベントもやりやすい季節になってきたら、ずっとイベント自体やってなかったから確かにいいかもしれないですね、うん、ちょっとくらい、うん、半々だったらお互い楽じゃない。いいですね、このラジオでこうやって3周年の内容が決まっていくの面白いですね。ラジオらしいじゃないですか。そうそう、1回だけ特別で半々でやるなら居酒屋ジンマスギヤマみたいなのでもいいから、うん、居酒屋ジンマスギヤマ、居酒屋ジンマスギヤマ、共同居酒屋みたいな、はい、別にそこはそこは別に居酒屋ジンマスギヤマ、そうそう、そうそう、うん、いいと思いますよ、うんうんうん、ありありのあり、公開収録ね、うん、公開収録やりましょうよ、せっかくだから、うん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 、うん、そっか、よくあった1回目やったことなかったんですね、公開収録って、うん、生配信をやっても、そう、久々にチョコちゃんに会いたいし、俺も、そうか、チョコちゃんに俺会ってないんだ、会ってないんですよ。いや、実際ジンマ君も会ってはいないんだよ、会ってないです、会ってないです。チョコちゃんっていつだから1周年記念の生放送、うんうん、あれ以来か、あれ以来全員あったんですよ、だから僕もあったんですよ、チョコちゃん、スケジュール、まあ、合わなかったらまあしょうがないけど、うん、なんかありなんじゃないですかね、うん、だからチョコちゃんってあの AI なんじゃないかっていう疑惑が出ててあの音声は実は合成で出題しないんじゃないかって、あと次世代の医師もチョコを探せなんだそれっていやいやいや本人が嫌がるっていうダメだろ普通ってダメな企画いや探せっていうのは要はあのなんだろうあのその公開放送の時のアシスタントもう一人っていう、ああ次世代ので最終ジャッジがあのでそれを認めるかどうかはあの最終ジャッジチョコちゃんなんですよその場で OK かダメかを言わなきゃいけなくて却下されるっていうそこまでの道筋の出来レースなひどいラジオで言うことじゃないよいや、いいですね、この2人で喋るからこういうなんかわけのわかんないから、ね、本当これあの無責任なんで、はい、何も責任取るつもりないから、はい、全然もうグダグダなんで、うん、たまにこれいいじゃないですかね、たまにね、うん、いいですよ、ね、いいですよ、ね、ずっと真面目にやってたんで、これ今年超真面目ですよ。あと何分ぐらいですか。あともうちょっとです、石間チョコちゃんのコーナーで あと2分ぐらいになります。あ、まあ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 、ね、いや、でもだから、うん、まとめるってあれじゃないけど、うんうんうん、なんか、いや続いたねってやっぱりお互い言ってましたね、継続ない半年、やっぱりあ YouTube でアーカイブ残すって決めてから、うん、すごく、うん、こういう表現なんですげく真面目になったというか今まで何だったんだいやいやいやでもちゃんと形に残るし残るし残していかなくちゃって、今までは消えてったんですよ、うん、なるほど。去年までは一応
撮ってはあるけどね。アーカイブ そのデータはありますけど、うん、YouTube に載せるようじゃにやってなかったんで、うん、でも今年からもうちゃんと毎週アップしていく、 YouTube にアップしていくと思うと、うん、そのやっぱ続けるモチベーションにはなりましたね。なりましたね。消えていくんじゃなくて積み重ねになってるなって思って、はい、でこれによって得てるものっていっぱいあると思うんですよ、ね、うんうん、でこれを聞いて何か役に立ったとか、うん、今後なんかクリエイターとしてとかプロを目指してる若者とかが、うんうん、現に生い立ちから聞いていくわけなんで、うん、でみんな食っていくわけじゃないですか、うん、食っていってる人たちの話を聞くから、なんとか全員生きてる人たち、うん、全員生活をしてる人たちなんですよ、うん、その世間に名があるとかないとかそういうの関係なしにちゃんと生きてるってことは大事で、うんうんうん、でそういうのが参考になったらいいなと思ってて、はいはいはい、だから今年の目標はとにかくコンテンツを残していこうっていうことが目標だったんで、それが今のところ継続できてたから良かったね、良かったなと思ってる感じなんですよ、うん、いい締めだなと思って聞いてました。ひどい話に戻って、さっきまで散々なんか次世代の湯島チョコを探せとか言ってたのに、ひどい話でしたね。このしかもチョコちゃんに却下されるまでのこのド S チョコちゃんを出させるためのあれですからね。で探す気はないんだお前って。この後チョコちゃんのコーナー入りますか、ね、もちろんですよ。ごめんなさい。あと1分ぐらいですか。そうそうそう、いやいやいや、そういやでも良かったと思いますよ。はい。もう半年でちゃんとやっぱりやりたいですよね。そう、もうゲストもね、いろいろ打診はもちろんしてますし、今年のゲストって比較的とほぼ人マンネットワークなんですよ。そうですね。だから杉山さんネットワークもご紹介したい方とかいたら全然ご紹介いただけたら。そうですね。このちょっとちらっと言ってたんだけど、はい、僕は僕でネットワークがやっぱゲーム7、8割多くて、会社社長も多くて。東京以外も結構多いんですよ。だから、うん、もしかしたらそういうゲストの場合はリモートの方になっちゃうこと、そう、いろんな可能性があるんじゃないですかね。そう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 、やっぱ類は友だと思うし、そうだから逆に言うとなんかね、ゲーム会社はね、平社員を誘いにくい。残り15秒、大勢で作る芸術なんですか。説明しました。湯島チョコちゃんによります、優先と紹介コーナーの時間です。チョコちゃんがいろんな銭湯やサウナを紹介してくれます。今週は何ですか。居酒屋人湯島チョコの悠々銭湯紹介コーナー。はい、今週も始まりました。ゆしまんちょこちゃんによります悠々銭湯紹介コーナーの時間になります。ちょこちゃんこんばんは。こんばんは。今さ、ちょこちゃんとリモートで繋いでんだけど、そこのちょこちゃんの名前がゆしまちょここになってんだよね。そういうこと。チョココって表示されてんね。ああ、なんかさっきあれ繋いだ瞬間にチョココって言ってた。チョココになってるんだよね。だからチョココちゃんと今日はね、今日はねチョコチョコちゃんとお呼びするのでね、このコーナーはですね、ゆしまちょここちゃんが、全国を旅回りながらいろんな銭湯や豆知識を紹介してくれるというコーナーになります。では今週チョココちゃんが紹介してくれる銭湯ですか、何ですか、何を紹介してくれますか。はい、今週は、ちょっと個室サウナに行ってきたんで、新しい個室サウナの紹介します。はい、どちらでしょうか。上野にあるレッドっていう、いいサウナって言われる、整うを数値化するっていうコンセプトにしてる個室サウナに行ってきたんで、ちょっとそちらの紹介をさせていただきます。いいサウナとは何ですか。はい、いいサウナって、今 e スポーツとかって流行ってるじゃないですか。ゲームとかを、そのスポーツに見立てて戦ったりするっていうのに近いんですけど、なんかコンセプトの形の一つとして、こっちのeee サウナっていうのは、e スポーツと同じように整うで数値化してどれぐらい整ってるのかを見れるっていうものになってて、サウナから出た、そう、サウナに入る前にちょっと腕にリストバンドっていうか、そのバイタル測るみたいなを巻かれて、でサウナ入って出てくると、あ、じゃああなたこれぐらい整いましたねみたいなのを教えてくれるっていうサービスがあって、で、まあ表向きは結構いいサウナって言って、その整うで競うみたいな感じで煽ってたりするんですけど、まあ実際単純にめちゃめちゃただ気持ちいいだけのサウナってところがあって、でそのサウナで競ってなんか景品もらえるとかだとちょっと危ないんですけど、そういうのでもなく、ただその入った時の整ってる波とか、どういう感じで整って副交感神経、交感神経どんな風になってるかっていうのを後でグラフで見えるっていうのがすごい面白くて、それどういう数字が出てくるの、その
いろんな数値ってあるじゃない。その、そうですね。いろんな数字があって100のうちの中で、うんうん、まあ、大体50か70ぐらいが表示されて、うん、そのどれぐらい整ったかっていうのが分かるって感じでした、ね、なんか合計のスコアみたいな感じで出てくるってことなんだね。そう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 。で今日のなんかランキング1位だとか2位とか、あ、あの分かったりするっていう。そうなんだ。そうあるんですよ。まあでもそこで1位を目指すっていう、ね、感じだと終了まで残り危ないんですけど、普通にそれでなんか、あ、これぐらい整ったのかみたいな感じを、ね、あの知れるおまけみたいな感じです。あとネットフリックスとかのフールとかいろいろ見れながら、うん、映画とか見ながらサウナ入れるんですごい良かったです。はい、というわけで悠々戦闘紹介コーナーでした。居酒屋チーム、はい、というわけで今週はですね、うん、はい、上半期2022年 の、ま、あの上半期まとめということで、はい、居酒屋から杉山さんと2人でお送りしましたが、の、はい、久しぶりにもうぶたぶたやりましたね。はい、いや良かったっすよ。良かったですね、うん、たまにこういう回挟まないのなって感じで、はいはいはい、まあ、それも口実に飲んでるだけなんですけど、はいはい、いやいやいや、ね、だ飲むの大事我々。そうそうそう、今年はまあじゃあ上半期もいっぱいいろんなゲストさんに来ていただきたいなと思いますね、はい、というわけでせーの、お仕事ください。バイバイ。